吉川英治作宮本武蔵空の巻より柳生田島守宗則はまだ四十に二つ間があった彼は俊敏とか豪気とかいう太刀ではなかったどっちかといえば聡明な人で理性家であったその点が 英米な父の石州祭とも違っていたし、おいの兵庫の天才肌とも多分に違っていた。大御所家康から柳受けに、誰ぞ一人秀忠の死たるべきものを江戸へ差し出すように、という仮名があったとき、石州祭が子や孫や老いや門人や多くの一門からすぐ選んで、胸乗り、 参るように、と言いつけたのも宗則の,の聡明と穏和な性格が適していると見たからであったいわゆるご流儀と言われる柳生家の大本とするところは天下を治むる兵法であったそれが赤州祭の晩年の心情であったから将軍家の師範たる者は 胸のりのほかにないと推挙したのであったまた家康がこの秀忠に剣道の良い死を探してそれに就かせたのも剣技に長寿させるためではなかったご流儀なるものは個人力の強い弱いの問題よりもまず天下統治の剣であることだが 勝つ、勝ち切る、あくまでも何事にも打ち勝って生き通す。これが剣の発足であり、また最後までの目標である以上、ご流儀だから個人試合においては弱くても良いという建前は成り立たない。いや、むしろ、他の所流の誰よりも、柳生家はその威厳のためにも、絶対に優越していなければならなかった。 江戸では、ヤマトの柳生本家に対して、江戸柳生と称されていた。関州祭は一度も江戸表は出てこなかったが、秀忠将軍の指南役という退任を受けて、江戸に神邸を構えている宗則の実は、本国柳生にいながらも絶えず案じているらしかった。今、江戸はおろか、全国にまで、 御流儀といえば将軍家の学ぶ野牛の東方のことであり天下の名人といえば誰しも第一子に田島胸宗りを折るほどであったけれどその田島の神でも親の赤衆祭の目から見ればあの癖が出ねばよいがとかあの気ままで務まろうかなどと 昔ながらの子供に思えて遠くから明け暮れ取り越し苦労をしていることはおよそ世の親子とその煩悩さにおいて何の変わりもない。門下の四皇族の中の一人木村助九郎を国元から江戸へよこしたのも助九郎のようなよなれた者が田島の神のそばにいれば何かと役に立つであろうという。 赤衆祭の親心からであったその助九郎がもう数年も前になるが赤州祭のもとに身を寄せていたお通を江戸で見かけたのであるそのお通は3年も前京都から木曽街道を得て江戸表に向かっていた途中元許嫁の本威伝又八に捕まってしまった。 おつうはその又八の監視と束縛を受けながらも低層を護持して又八、ま、に連れられて江戸の地を踏んでいたのである。又、ま、八は,は江戸へ着くととにかく食う道が先だと職を探した。もとより職を探して歩くにもお通は一刻も離さない。上方から来た夫婦者でとどこへ行っても自称していたのである。 江戸城の改築をしているので石工左官大工の手伝いなどならその日からでも仕事があったが白武神の労働のつらい味は伏見城でも散々なめているので「どこか夫婦して働けるようなところか家にいてやる仕事でもありますまいか」と相変わらず優柔不断なことばかり言い歩いているので多少肩身を入れかけてくれた者も,のも いくら江戸でもそんな虫のいいお前方の注文通りな仕事があるものかと愛想を尽かして見向きもされなくなってしまうというふうであったそんなことでいくつきかを過ごすうちお通は勤めて彼に油断させるよう低層に触れない限りでは何でも素直になっていたそのうちお通はある日 往来を歩いていると二階傘の門をつけたはさみ箱や塗りかごの行列に行き合った路傍に避けて霊をとる人々のささやきを聞くと「あれが野牛様じゃ将軍家のお手をとってご指南なさる田島の神様じゃ」。お通はふと大和の野牛の将にいた頃を思い出し やぎうけと自分とのゆかりを考え、ここがやまとの国であったら、などと、はかない頼りを胸に抱いて、その時もまたはちがそばにいたので、ぼうぜんと見送っていると、おう、やはりおつうどのだ。おつうどの、おつうどの。と、路うの人々の散らかる中を探し求めて、後ろからこう呼び止めた人がある。今 田島の神の籠脇に歩いていた、スケガサの侍で、なんと顔を見合えば、柳生の将でよく見知っている、石州祭の皇帝、木村助九郎ではないか。慈悲光明の御仏が救いの使いを向けたもうたかとばかり、お通は取りすがって、あ、あなたは、 ま又八を捨てて彼のそばへ走り寄った。その場から彼女はくろうに連れられてが嘉窪の柳生家へ救われていった。もちろんとんびに油げをさらわれた形のま又八も黙っているはずはなかったが「話があるなら柳生家へ来い」と佐九郎のひと言に口ちおしげに口をひん曲げたまま具の根も言えず 見送っってしまったわけである「『助九郎がお通を連れてきた時はそれが赤州祭に貸し付いていたこともある女性なので田島の神も心置きなくいつまでも足を止めておるがよい奥向きのようなども手伝うてもらおう』と気軽であったが後から老いの野牛兵庫も来て共に帰食するようになると」。 若い二人という目を持って見なければならなくなったので何か絶えず家長としての木骨を抱くようになっていたその柳生兵庫は宗家関州斎の孫にあたる今年28歳であった本家の関州斎が最も可愛がっていたのはこの孫の兵庫なのだった。 兵庫は二十歳を出ると間もなく加藤清正に混猛されて破格な香禄で一度肥後へ召し抱えられてゆき六三千石を半で熊本へ居着くことになっていたが関ヶ原以後のいわゆる関東御神方方と上方加担の大名との色分けには複雑極まる政治的な定流があるので去年 宗家の曽祖父が既徳のためというよい口実を得た折に一度大和へ帰りその以後はなお修行の望みあればと称してそれなり日護へ帰らず一両年の間諸国を修行に歩いてのち、この江戸野牛の叔父のもとに足を止めている身であったある夕べ 兵庫が胸のりの部屋を訪ねていると、木村助ろ郎が次のままで来て、との、とふばこを前に、東映から遠く座った。なんじゃ振り返ると、その胸のりの眼差しに向かって、助ろ郎は膝を進め直して告げた。お国元から、ただいま、早馬のお使いが到着いたしました。早馬 胸のりは思い当たることでもあるように声を弾ませた。本国野牛場の家老からの走りがきてある。ごき得。胸のりも兵庫もつぶやいたまましばらく安全としていた。兵庫はおじの顔色の中にもうすべてが解決しているのを見た。 こういう場合にあたっても、惑わず、乱れず、すぐ腹の決まるところは、やはり、胸のりの聡明な点によるものといつも感服する。兵庫となると、ただいたずらに情が乱れて、祖父の死に顔だの、国元の家来たちの嘆きだの、そうしたものばかり見えて、事務の判断はつかなかった。兵庫。はあ わしに代わってすぐに措置は出立してくれぬか承知いたしました。江戸表の方すべて何事もご安心なさるようにお伝えいたします。ご看護も頼む。はい。早打ちの様子ではよほどお悪いらしい。神仏のご看護を頼みまいらすばかり。急いでくれよ。 おまくべに間に合うように。ううよではもう行くか身軽な拙者せめてこんな時のお役にでも立たねば兵庫はそう言ってすぐおじに糸間乞いをよし自分の部屋へ下がった彼が旅支度をしている間にもう国元の享保は召使いの端にまで分かって堤内にはどこともなく 人々のうれわしげな気持ちが漂いあった。お通もいつの間にか旅支度をして彼の部屋をそっと訪れ、兵庫様、どうぞ私もお連れ遊ばしてくださいませ、と泣き伏して頼んだ。できないまでもせめて赤州祭様のおまくらべに参って、万分の一のご恩返しでもさせていただきとうございます。 野牛の将でも深いご恩を受け江戸のお屋敷に置いていただいたのもおそらくは大殿様のご余計と存じ上げておりまするどうぞお召しつれくださいますようによろしいしかし一刻も争うたび馬やカゴを乗り継いでもわしについてこられるかなと念を押したはい どんなにおいそに遊ばしても、と、お通はうれしげに、涙を拭いて、兵庫の身支度をいそいそ手伝った。お通はまた、田島守胸のりの部屋へ行って、自分の心持ちを述べ、長い月日の恩を謝して、糸まごいをすると、おう、行ってくれるか、そなたの顔を見たら。 定めし御病人もお喜びになるであろう。と胸のりも依存なく、大事に参れよ。ろ銀や小袖の花むけなど、何くれとなくさすがに理情を込めて心づけてくれる。家臣たちは門を開き、こぞってその両側に並んで見送った。おさらば。 と兵庫は一同へあっさり挨拶を残して出ていくお通は腰帯をすそ身近にくくり塗りの一目傘に杖を持っていた乗り物は馬屋じの行く先々で雇うことにして夜のうちに日が久保を立ったお通の塗り傘にはもう夜の露が濡れ染めていた 草深い谷合川に沿って歩くとやがてかなり道幅の広い坂へかかった「道玄坂」と兵庫が独り言のように教える「ここは鎌倉時代から道は開けているが鬱蒼とした樹木が左右の小高い山を包み夜となると通る人影は稀だった。 なぜか兵庫は、心が少し浮いていた。祖父のき徳に国元へ急ぐ旅路をすまないと責めながらも、ひそかに楽しかった。思いがけなく、おつうと、こんな旅をすることのできた機会を、喜ばずにいられなかった。あら、何を見たか、おつうはぎくと足を戻した。何か、 兵庫の手は無意識にその背をかばう。何かいます。どこにおや、子供のようです。そこの道端に座って。何でしょう、君の悪い。何か、独り言を言って、わめいているではございませんか。兵庫とお通の姿を見ると。あ何を思ったか、いおりは。 やにわにはねをきて、ちくしょうと、きりつけてきた。あれおつうが叫ぶと、おつうへも、きつねめ、このきつねめ。子どものうでだし、かたなもちいさいが、あなどりがたいのは、そのけっそうである。なにか、のりうつっているようにかかってくるむこうみずなきすさきには、ひょうごもいっぱい。 を引かかなななければならなかった。「狐姫狐姫!」伊織はその刀を振るってひょろ長い一本の漢木をズバリと切り木の半身がバサッと草むらへ倒れると自分も共にヘナヘナと座って「どうだ狐と肩で息をついているのであった。 その様子が、いかにも敵を切って、血ぶるいでもしているような体なので、兵庫は初めてうなずきながら、お通をかえり見て微笑した。かわいそうに、このわっぱは、狐に疲れているらしい。まあ、そういえば、あの怖い目は、さながら狐だ。助けてやれないものでしょうか。気違いと、ばかは治らないが、 こんなものはすぐ治る。兵庫はいよりの前へ回って、彼の顔をじーっとねめつけた。えい兵庫はいきなり、伊よりの体を横抱きにして駆け出した。そして坂を下ると、さっき渡った街道の橋がある。そこで、伊よりの両足を持って、欄干の外へ吊り下げた。 おっかさーん。金切り声でいおりは叫んだ。お父さん。兵庫はまだ話さずに吊り下げていた。するとみこえめは鳴き声で先生助けてください。と言った。お通は後ろからかけてきて、兵庫のむごい仕方に自分の身が苦しむように。いけません。 いけません、兵庫様よその子をそんなむごいことをしては」。言う間に兵庫はいおりの体を橋の上へ移して「もうよかろう」と手を離した。ワーンワーンといおりは大声で泣きだした。この世に自分の泣き声を聞いてくれる者が一人もないことを悲しむようにいよいよ声を上げて泣いた。 おつうはそばへよってかれのかたをそっとさわってみた。もうせんこのようにそのかたはかたくとがっていなかった。おまえどこのこいおりはなきじゃくりながらあっちとゆびさした。あっちってどっちえど。えどのばくろちょう。 まあ、そんな遠くから、どうしてこんなところへ来たの使いに来て、迷子になっちまったんだ。じゃあ、昼間から歩いているんですね。うーん,、うん。とかぶりを振りながら、いおりは少し落ち着いて答えた。昨日からだい。まあ、二日も迷っていたのかえおつうは哀れを催して、笑う気にもなれなかった。 彼女は重ねて、そして、お使いとは、どこへお使いに聞くといよりは、聞いてくれるのを待っていたように、ヤギ様。そして、それ一つだけは、命がけで持っていたように、もみくしゃになった手紙を、へそのあたりから取り出し、上書きの文字を星に透かして、そうだ、ヤギ様のうちにいる、木村助九郎様ってえ人へ、 この手紙を持っていくんだよ。とさらに言い加えた。兵庫様、この子はお屋敷の木村様を訪ねてきたのだそうです。ではまるで方角違いを彷徨っていたな。だが子供、もう近いぞ。この川の流れに沿ってしばらく行くと、左の方へ登りになる。そこの三つ股道から。 大きな目ま松のある方を望んでいけ。また、きつねに疲れないように。と、おつうはあやぶむ。だが、いよりは、ようやく霧の晴れたような心地がして、もう大丈夫と自信を持ったらしく、ありがとう。と駆け出した。渋谷川に沿って少し行ったかと思うと、彼は足を止めて、左だね。 左の方へ登るんだね。と念を押しながら指さして言う。うん。兵庫はうなずきを送って。暗いところがあるぞ。気をつけていけよ。いよりの影は若葉の深い丘道の中へ座れるように隠れ去った。兵庫とお通はまだ橋の欄に残って何を見送るともなく見ていた。 鋭いな、あのわっぱは。賢いところがありますね。彼女は胸の内で、上太郎と思い比べていた。彼女の描いている上太郎は、今のよりに少し背を足したくらいのものであるが、数えてみると今年はもう17歳になる。どんなに変わったろう、と思う。 ひいてはまた武蔵をこう痛いような物思いが紫へ募りかかってきたがいやひょっとしたら思いがけない旅先でかえってお目にかかれようもしれぬとはかない頼みに紛らわしてしまうのであるおう急ごうこよいはしかたがないがこの先々ではもう道草はしておられぬぞ。 かくておつうも道を急いだが心は道のべの草を見てもあの草の花も武蔵様が踏んだ草ではなかろうかなどとつれにも語れぬ思いばかりを一人胸に描いては歩いた「新ぎ無うさっき ここの中二階の障子の外から、この矢の主の康介が入るのをはばかって、まだ、ご姓が出ていらっしゃいますかただいま店先へ、佐々木小次郎とかいうものが見え、お目にかかりたいようなことを言っていますが、お会いなさいますかそれとも、もうお休みだと、手よく断っておきましょうかどうなさいますかな 2 3度部屋の外で行ったようには思ったが武蔵はそれに返事をしたかしないか自分自身でわきまえていないそのうちに康介が「あと何か物音を聞きつけてこつ然と去ってしまったらしいがそれにも別に気を引かれずに武蔵はなお依然として小刀の先を八九寸ほどな彫刻の木材に向けてそこの小机から 膝から身の回りまでいっぱいな木くずにして鏡込んでいるのであった。彼は観音像を掘ろうとしていた。孔介から申し受けた無名の名刀の代わりに観音様を掘ってやる約束をしたので、昨日の朝からそれにかかっているのである。ところでその依頼について懲り性な孔介には、 特別な望みがあった。「せっかくあなたに掘っていただくものなら自分が年来秘蔵している古材があるのでそれをお使いくださいませんか」とてうやうやしく取り出してきたのを見ると「なるほどそれは少なくとも六七百年の年数は枯らしてあったろうと思われる一尺ほどな枕型の角材で天平時代の古材だという。 木目はよし小刀の触りもよいが武蔵はしくじるとかけがえのない材でと思うと塔の刻みがつい硬くなったガタンと庭のしおり戸をよかぜが外す武蔵は顔を上げたそしてふといよりではないかなとつぶやいて耳を澄ました 案じているいよりが戻ってきたのではなかったまた裏の木戸が開いたのも風のせいではないらしい主の康介がどなっていた「早くせい女房何をあっけに取られている時をあらそうほど重いケガ忍者手当たしだいで助かるかもしれぬ寝床ど,どこでもよいわ早く静かなところへ康介の他に その怪我人を担ってついてきた人々も、傷口を洗う小酎はあるか、なくばうちから取ってくるが、とか、医者へはわしが飛んで行ってくる、とか、ややしばらくごたごたしている気配であったが、やがて人落ち着きすると、ご近所の衆、どうもありがとうございました。どうやらおかげさまで命だけは取り留めそうな様子でございますから、 安心してお休みなすってくださいまし」。挨拶しているのを聞くと、どうやらここの主の家族でも不慮な災難に出会ったかのように、武蔵には思われた。そこで捨ておけない気がしたのであろう。武蔵は膝の木くずを払って、12階の箱段を下りてゆくと、おお、まだ起きておいでなされましたか。 振り返って康介はそっと席を開く。静かに武蔵も枕元へ座って、どなたでござるか。知らずにお助けしたのでございますが、ここへ連れてきてみると、私のお出入り先で、私の最も尊敬している甲州流の兵学者、小幡先生のご門人ではございませんか。 この人が、はい、北条心臓とおっしゃいまして、北条阿波神の,のご子息、平学をご修行なさるために、小畑先生のお手元に長年お使いをしているお方でございます。うーん。武蔵は心臓の首に巻いてある白い布をそっとめくってみた。 今焼酎で洗ったばかりの傷口は赤貝の肉片ほど見事に刀でえぐり飛ばされていた。時色の頸動脈はありありと目に見えるほど露出していた。紙一筋とよく言うがこの手追いの命はまさに紙一筋の差で取り留めていた。それにしてもこのすさまじい さえ切った太刀の使い手は一体何者だろうかこの太刀は下からしゃくり上げてしかも縁尾に跳ね返したものらしいさもなければこう鮮やかに頸動脈を狙って貝の肉を削ぐようにえぐれているはずはないつばめ切りふと武蔵は佐々木小次郎が得意とする太刀の手を思い浮かべ 途端に宣告の、主の康介が自分の部屋の外から、その訪れを告げた声を、今になってはっと思い合わせたのであった。事情はわかっておるのかい,いえ、何もまだ。しかし、下手人はわかった。いずれ、手負いが本服した上で聞いてみるがよい。相手は、佐々木小次郎と見えた。 武蔵はそう言って自分の言葉に自分でうなずくのであった。部屋へ戻ると彼は手枕で木屑の中へごろりと横になった。ヤグが伸べてないわけではないがヤグの中に入る気持ちがしないのである。今日で二日二晩。いおりはまだ帰ってこない。 道に迷っているにしては長すぎる。もっとも使い先が柳生家であり、木村助九郎という知人もいるので、子供だし、まあ遊んで行けと引き止められていい気になっているのかもしれない。で、案じながらもそれについては察して心を浪してはいないが、昨日の朝から塔を持って向かっている観音像の堀には、 だいぶ心身の疲れを彼は覚えていた。武蔵はその堀に向かって技巧を心得ているクロートではない。賢い逃げ道や上手らしい小刀の跡をつけてごまかしていく方法を知らない。ただ彼の心の中には彼の描いている観音の形だけがある。彼は無念になって その心の中のものを目調として表そうとするだけに過ぎないが、その真摯な狙いどころが手となり小刀の先の動きにまで来る間に様々な雑念が狙うところの信用を散漫に乱してしまう。そこで彼はせっかく掘るところのものが観音の形になりかけると、それを削って、 また掘り直し、また乱れては、また掘り直し、何度もそれを繰り返しているうちに、ちょうど鰹節を使い削ってしまうように、与えられた天平の古材も、いつか八寸に縮み、五寸ほどに痩せ、もうわずかに三寸角ぐらいまで小さくしてしまっていた。ホトトギスの声を、 二度ほど聞いたと思ううちに彼は半刻ほどトロトロと眠った。ふと目を覚ますと彼の健康な体力は頭の隅々の疲労まで洗い去っていた。今度こそと起きるとともにすぐ思う。裏の井戸へ行って顔を洗う。口をすすぐ。そして彼は火を切り直し。 気を改めてまた長刀を持ち直した。さくさくさくと眠らない前と眠った後とでは小刀の葉味までが違ってくる。古材の新しい木目の下には千年前の文化が細やかな渦を描いている。もうこれ以上掘り損じてはこの貴重な古材は再び 木くずから一尺の角材に変えるよしもないのだ。どうしても今夜はうまく掘り上げなければならないと思う。剣を取って敵に立ち向かった時のように彼の目は乱々とし彼の小刀には力がこもっていた。背も伸ばさない。水ものみに立たない。夜が知らんできたのも。 小鳥の声がし始めてきたのも、全く知らずに。武蔵様、どうしたのか、と暗示てきたように、主の幸介が後ろを開けて入ってきたので、彼は初めて背骨を伸ばし、ああ、ダメだ。初めて小刀を投げていった。見るともう、 削り削りして痩せた木材は、その原型はおろか、親指ほども残らず、すべて木くずとなって、彼の膝から周りに雪を積んだようになっていた。康介は目を見張って、あ、ダメですか。うん、ダメだ。天平の古材は、みんな削ってしまった。 削っても削っても木の中からとうとう菩薩のお姿は出てこなかったよ。こう我に返って丹精を漏らすと武蔵は初めて菩薩と煩悩の中間から地上へ話し落とされたように両手を頭の後ろに結んでダメだ。これから少し禅でもやろう。と仰向けに寝転んだ。 そして眠るべく目を閉じてからやっとさまざまな雑念が去ってなごんだ網膜のうちにただくうという一字だけがうとうとと頭の中に漂っていたいよりは今朝旗子へ帰ってきてスタスタと二階へ上がりかけるともしもし子供衆と宿の神さんが 乗馬から慌てて呼ぶ。「もうお前の先生はここには泊まっていないよ。嘘だい」。よりはほんとにせず駆け上がっていったがやがてぼんやり降りてきて「どどうしたんだろうどうしておらの帰らないうちに立っちまったんだろうあんまりお使いが遅いからさ。だって。はベソをかき出して。 おばさん、先生はどっちへ立って行ったか知らないか何か言いおいて行ったろ何も聞いてないねきっとお前みたいな子はお供に連れて歩いても役に立たないから捨てられたんだよ音色を変えていおりは往来へ飛び出したそして西を見東を見空を眺めてポロポロ泣き出した様子に おかみはけたけたたっうそだようそだよお前の先生はすぐ前の刀屋さんの中ュ階へ引っ越したのさそこにいるからなかずに行ってごらん寝ている武蔵のすその方へいよりはおそろおそろかしこまってただいまと言った武蔵の寝ている周りには木くずがいっぱい ばい散らかっていて、ともしきった油の乾いた食台もまだ片付けてない。ただいま叱られることが何よりも彼の心配であった。で、大きな声が出ないのであった。誰だ？武蔵が言う。目を開いたのである。いおりでございます。すると武蔵はすぐ身を起こした。 そして足の先にかしこまっているいおりの無事を眺めるとほっとしたようにいおりかと言ったがそれきり何も言わなかった遅くなりましたそれにも何も言わずいおりが再びすみませんとおじぎしても別段次の問いを発せずに帯を締め直して窓を開けてここを掃除しておけ 言いつけて出て出行った。「康介の怪我人の容態はどうじゃな?」。武蔵は言葉をかけていた。「だいぶ落ち着いたようで」と康介の声もする。「お疲れでござろう。後で少しかわりましょうかな?」。武蔵が言うと康介はそれには及ばないよしを答えて「ただこのことを。 平川天神のお畑影塗様の塾までお知らせしたいと思いますが人手がないのでどうしたものかとそれを案じておりますがと相談するそれなら自分が行くと武蔵が引き受けてやがて中二階の箱段を上ってくると部屋は手早くもう吐かれてある武蔵は座り直して「いより」 はい。使いの返事はどうであったなたぶんいきなり叱られるに違いないと恐れていたよりはやっとにこついて行ってまいりましたそして柳生様のお屋敷にいる木村助九郎様からここにお返事をもらってきました懐の奥の方から返書の一通を出して下り顔をした「どれ 武蔵は手を伸ばしいおりは膝を進めてその手へ渡した木村助九郎からの返事にはざっとこうした文言がしたためてあった「せっかくのご所望ではあるが柳牛流は将軍家の乙女流何人とも公然の試合は許されないしかし試合として起こしあるのでなければ 時によって主人田島の神様が道場でご挨拶のある場合もある。なお立って柳生流新骨法に接したいというお望みならば柳生兵庫様とお立ち会いになるのが最上と思うが折悪くその兵庫様には本国大和の関州斎様のご病気再発のためににわかに昨夜 大和へ向けてお立ちになってしまった返す返す遺憾であるがそういうご心配もある折なので田島の神様をご訪問の儀も他実になされてはどうかと結んでその時にはまた自分がお引き合わせ申し上げてもよいと追伸してある武蔵は微笑みながら長い巻紙を ゆゆるゆるをめた。彼の微笑を見ると伊織は余計安心したその安心したところで窮屈な足を伸ばして「先生柳生様のお屋敷は小敷町じゃないぜ麻布の日嘉窪ってところさとても大きくて立派な家だよそしてね木村助九郎様がいろんなものをご馳走してくれた」。 慣れて話し出すと、いおり、武蔵の眉が少し難しく変わっている。その景色にいおりは慌ててまた足を引っ込めて、はい、と改まる。道を間違えたにせよ、今日は三日目。あまり遅すぎるではないか。どうしてこんなに遅く帰ってきたか。麻布の山で、 狐にばかされてしまったんです。狐にはい。野原の一軒家に育ってきたお前が、どうして狐になどばかされたのか。わかりません。けれど、半日と一晩中、狐狸にばかされて、あとで考えてもどこを歩いたのか思い出せないんです。ふーん、おかしいな。まったくです。 今まで狐なんか何でもないと思っていましたが、田舎より江戸の狐の方が人間を馬かしますね。そうだ。彼の真面目顔を見ていると、武蔵は叱る気もうせて、そちは何かいたずらしたろう。ええ。狐がつけてきましたから、馬かされないうちにと用心して、足だかしっぽだか切りました。その狐が、 あだをしたんです。そうじゃない。そうじゃありませんかうん。あだをしたのは、目に見えた狐でなくて、目に見えない自分の心だ。よーく落ち着いて考えておけ。わしが帰ってくるまでに、その訳を解いて答えるのだぞ。はい。けれど先生は、これからどこかへ行くんですか 工事町の平川天神の近所まで行ってくる。今夜のうちに帰ってくるんでしょうね。はははは、わしも狐に化かされたら三日もかかるかもしれぬぞ。今日はいおりお留守において、武蔵は梅雨曇りの空のもとへ出て行く。